アロハ、ハワイのトリセツのピカケです。ここはお隣のカウアイ島リフエ空港です。今回はですね、ちょっと違うトリセツなんですが、私ピカケが家族旅行に行ってきたので、その様子を2回に分けてお届けしようかなと思います。まずリフエ空港を降りて、レンタカーですね、シャトルバスに乗ってレンタカー屋さんに来ました。事前にインターネットで予約をして、車種も指定できました。今回はあまり好きではないんですが、アメリカの車、クライスラーの SUV です。安かったので、これにしました。車を借りてすぐ向かった先はこちら。太平洋のグランドキャニオンとも言われるワイメア渓谷、ワイメアキャニオンです。空港から1時間ちょっと、車を走らせるんですが、結構ね、もう高いですよね、ここね。車でぐわーっと上がります。ちょっとね、不安になってくるぐらい上がるんですが、ちょうどね、私が行った時は韓国のツアー会社のミニバンがプッと入ってきたので安心をしたところです。ホノルル空港からこのカウアイ島のあるリフエ空港までは、飛行機で40分ぐらいです。私たちは30分ぐらいで着いてしまいました。カウアイ島は今回で4、5回目になると思うんですが、実は観光を初めてしてます。このワイメアキャニオンも初めてです。私多分渓谷と言われるところに行ったの、これが初だったんだと思います。なんせ iPhone で撮影しているので、なかなか、動画では伝わりづらいかもしれませんが、本当飛んでしまいたいぐらい気持ちいいです。ここはまだ中継点で、この後ね、まだずっと上に上がっていくんですね。とにかくどん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 上がります。そして到着するのがこちら、ワイメアキャニオンルックアウト。ちゃんとね、駐車場もございます。私たちが行った時は満車でしたが、まあ、結構すぐ空きました。車を止めたらば、入り口近くに発券機があります。マシンがあるので、そこで駐車券を購入して、ダッシュボードのところに外から見えるように提示してから、入場してください。ハワイ州のステート ID を持ってる方、入り口にいる係員に提示すると無料になります。こちらのマシンが駐車券の発券機になります。駐車場から少し歩きますが、そんなにハードではないです。本当に階段はありましたけれども、2、3分でこのルックアウトに到着します。空が、雲がすごく近くて壮大な景色が広がります。高所恐怖症の方はちょっとこう覗く感じにしか見れないかもしれませんね。そして来た道を戻ります。空港を越えて東に15分ぐらい走ったところにあるホテルが今日の宿になります。シェラトンカウアイココナッツビーチリゾートです。初めて泊まるホテルですが、なんかとってもチャーミングな雰囲気のホテルですね。敷地はとっても広いんですが、なんかこじんまり感があって、私結構タイプのホテルです。正面の入り口から入ってすぐがロビー、右にチェックインカウンターがあります。まっすぐ行くと、真ん中のプール、外のプールにつながっています。プールの向こうはすぐビーチです。オーシャンフロントのロケーションです。カウアイ島には全く高いビルはなかったです。ここのホテルも4階建て、4、5階建てぐらいが多分規制なんでしょうね。それ以上高いビルって見かけませんでした。お部屋に入ってすぐに子供と主人はプールに行ってしまったので、その隙を狙って撮ってます。ベッドが2つのタイプのお部屋でした。で、こちらラナイが小さいですけど、ベランダもあります。なかなかこれが開け方が分からず、ガチャガチャやってるんですが、スライドかと思ったら、なんと手前に引くタイプの、ドアというかね、でした。そしてベランダからの景色はこちら、裏庭ビューでした。マウンテンビュー、
ですがこのテントありますよね。ここ実は夜になるとルアウショーが、開催される場所で、ここからベランダから無料で見れてしまったんですね。お部屋の中は特に過不足もなく快適に過ごすことができました。ミニ冷蔵庫、セキュリティボックス、あと携帯のチャージャーそのままこうねコンセントに差し込めるタイプのジャックがありましたし、お水がペットボトルのお水が1人1本お部屋にありました。そしてバスルームもこのねシンクの横がちょっと広くて私は好きです。基本アメリカは歯ブラシはねアメニティに揃ってないことが多いです。リクエストベースなんだと思います。私たちはちなみにいつも旅行の時は歯ブラシは持って行ってます。それ以外のシャンプーやリンス、ボディーソープ、フェイスソープ、ボディーローションとかそういったアメニティは一通り揃っていました。あと各フロアに製氷機とウォーターサーバーっていうんですか、こうお水ねがあったので、それがとっても便利でした。ワイキキのホテルと違ってプールが静かで良かったですね。人少ないと思いませんか。お客さんいらっしゃるんですけどもね、プールワイキキだとサマーベッド、ビーチベッドっていうんですか、あれの取り合いなんですけれども、ガラガラです。そしてプールの奥の遊歩道を越えるとすぐビーチが広がっています。ハンモック、私大好きなんですが、ハンモックもありました。これがねビーチ側から見たホテルの絶対像。そしてね子供が遊べるスペースが結構ありました。いろいろなねこういうアクティビティを勝手に使って遊ぶことができます。翌日の朝、ご飯を食べに行こうと思ったんですが、まだそんなにお腹が空いていなかったので、ホテルの入り口に自転車があったのを思い出し、もしやこれは借りれるのではということで聞いてみたら、無料でレンタルできるそうです。ラッキー。子供用の自転車も言うと出してくれます。ヘルメットも出してくれました。なので朝食の前に家族でちょっとサイクリングに出かけることにしました。途中ですごく大きな、これ流木なんですかね、木を発見しました。うちの主人があそこの上に乗って写真を撮ったらクールだと言ってるんですが、ね、あれが手前にいるのが主人で、すごく大きな木なんですよ。ですが実際行ってみたら波がこう上がってきて、多分滑って落ちるだろうということで断念。朝食はホテルの1階にあるデイブレイクレストランで取ることにしました。プールの、ね、脇にあるレストランです。夜になるとこのモアモアというレストランにもなるようですが、朝食はここ。私だけがやっぱり食いしん坊でビュッフェメニューを選びました。主人と娘は単品料理を頼んでます。ワイキキのホテルのレストランに比べるとお値段も良心的かなと思います。キッズメニューも10ドルぐらいからありましたし、このビュッフェも34ドル、オムレツはその場でシェフが、好きなね自分がリクエストした具材で焼いてくれます。まあ、特にこのビュッフェ正直言うと大したものはなかったんですが、まあ朝食ですからこんなもんなんでしょうね。ハワイ2日目3日目第2弾で、後日アップしたいと思います。本日も最後までありがとうございました。それではまたね。あーふいほー。